はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい。えー、これね、えー、中村なクリニックさんからなんですけど、はい。えー、中村なクリニックさんです。はい。えー、なんというかね。はい、まあ、本当にこれが許可されたら、はい。これが許可されたらですよ。えー、こもらないといけなくなるかもしれません。でね。 え今あ、家族の方があ、いわゆるね、美味しくいただいてしまった人、はい。美味しくいただいてしまった人の場合は、このね、日本の、はい、メイの字ですね。メイの字だけは食べないように、はい。 お召し上がりにならないように、このね、今ね、あのー、多分ね、これね、あの、南のね、南の層の、あれですね、えー、なんちゃらさんで作られているものです。はい。えー、これだけはお召し上がりにならないように、はい。何、えー、としてでも阻止しないといけないかもしれません。はい。どうやらこのね、 メイのじいさんのね、はい、あの、じいさんのね、メイのじいさんです。はい、えー、その、例のね、えー、ものですね、はい。えー、こちらの方がですね、えー、20倍に自己増殖するということで、えー、20倍のね、自己増殖型で、どうやらこれがね、えー、食べてない人を、そばにいるとね、 食べてない人を食べた人に変えてしまうようです。で、今、あこれね、申請中です。はい。えー、日本のね、アウト政府に申請中でございます。もうこれが世に出回ったら、もうこもるしかないですね。はい。で、えー、本当に、あのー、ね、 え美味しくいただいた方をご家族にね、お持ちになってる方は、これだけは食べさせないように、はい、えー。注意しないといけないということになってくると思います。はい。とんでもないものでございます。まあね、あの、備蓄備蓄ってずっと言ってるんで、もう備蓄はあると思うんですよ。なので、これがね、 えー、出た時にもう必要最低限しか外に出ないような生活。はい。えー、それに切り替えないと、もしかしたらね、えー、残れなくなるかもしれないということでね。はい。まあ、多分ね、重中ハッ許可されると思います。はい。なんて言っても、あの、理の権限ですね。理の権限、はい。こちらの方がね、日本では何よりも、 最優先されますので。はい。えー、道徳感とか倫理感とかね。えー、まあ、そういうものはね。まあ、あの、どうでもいいというのが今まで見てきたね。最近の日本のアウト政府の態度です。はい。わかりますよね。これね。えー、いろんなものにそういうもの、まあ出ていますよね。もう、えー、銭だけ儲かればいいというその態度。 はい。え、なので、えー、倫理観とかをね、もう求められません。日本のアウト政府にはね、残念なことなんですけど。はい。えー、なのでね、皆様どうぞ、あのー、これが市場に出回った時は、もうね、あのー、必要最低限の用事、それ以外はもう出ないことが基本になるかもしれません。でね、 えー、まあ、20倍増殖ですからね。はい。えー、タイの液とかがね、ちょっとでもこもってそうなところにね、行ったらまずいということですね。はい。えー、それをね、えー、万が一体に入れてしまうとね、はい。 あのー、その、体のエッキーですね。体のエッキーで。まあ、いろいろありますよね。ええー、まあ、ゲホゲホってやったね。ツノバーとかね。はい。あと、今から夏なんでね。ええー、いわゆる、汗ですね。汗。はい。汗。あれも体のエッキーですからね。ええー、まあ、そういうものにね、注意しなきゃいけなくなってきます。そういうものに入ってます。 からね、えなので、もう本当にこれは注意です。えー、満員電車とかまずいでしょうね。はい。まあ、いろいろとね、注意しなきゃいけないことが出てきそうです。多分ね、集中把許可すると思いますよ。まあ、今まで言ったようにね、ぽンっていうのはそういうことしか考えてないんで、 はい。えー、倫理観も道徳観もね、あったもんじゃありません。今のアウト政府はね。はい。昔はちょっとまだましだったですね。マシな人がいたんでね。はい。今はましな人いませんね。残念ですけど。なので、まあ、いつでもね、えー、おこもりできるように備えましょう。はい。まあ、そういうことでございます。 まあ、今のね、えー、例のね、えー、まあね、お、お欠はですね、お欠は。全く大丈夫かっていうと、そうでも、これもそうでもないんで、ただ20倍増殖とかね、そんなんではないんでね、まだね、えー、まあ、デトックスで、えー、なんとか収まります。はい。まあ、そういうことです。 まあ将来に備えてね、我,我々あのー、頑張って、はい、備蓄していきましょうね、備蓄。はい。よろしくお願いいたします。それでは皆さんまた、えー、今日もね、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。そしてまたね、明日も元気なお顔で皆さんとお会いいたしましょう。皆さん頑張りましょうね。一緒に頑張っていきましょう。沖縄おばばでーした。ね。 いやんですねー。